はいえー、とそしたらですね、えー、総合診療医の戦略戦術作戦ということでお話をさせてもらいます。先ほどあの木村会長からの、えー、と紹介していただきましたけれども、2022年にグッドデザイン賞というのをこういただきました。えー、と多分名前は聞いたことあるかもしれませんけど、中身あんまり多分知らないんじゃないかなと普通思うんですけど、えー、ともう歴史なる会でですね、 基本的にはあの、昔はものづくりですね。いろんな便利で、あの、役に立つものを作って、だったんですけど、最近はですね、いろんな、えー、ソーシャルプロブレムに対して、ものだけではなくてですね、例えば空間づくりとか、あるいは、えー、っと、まあ、仕組みづくりですね。今回の我々の、あの、エントリーも、あのー、 仕組み作りっていうところであのお話をしたんですけど、実はこれ、一次審査は書類審査でですね、で、その後、二次審査がパネルとインタビューっていうのがあって、で、100、100人が選ばれてですね、その100人が4分間のプレゼンをして、えー、その対象の戦いをするという中で、4分間ちょっとそのプレゼンがありますので、ちょっと見ていただきましょうか。 それでは島根総合診療センターニューラル GP ネットワークのソーシャルデザインのプレゼンテーションをいたしますニューラル GP ネットワーク地域の総合診療医が病院の垣根を越えて神経細胞のにつながり保管していく我々の様を示しております現在日本ではですねあと20年後2040年には3人に1人が高齢者になります島根はですねもうすでにその状態という状況にあり えー、例えば90歳の男性が、えー、在宅酸素をしながら高血圧糖尿病があってで転んで腰が痛くなったとで。原因は肺炎の高速がありました。本来ならこれはですね、こういう診療科が当たることになりますが、非常に効率が悪い。ここで総合診療医の出番になります。総合診療医というのはですね、えー、まずは、えー、よくある疾患を幅広い知識と視野で多角的に見ると。それからそれを家族を、手放をしている家族をですね、ケアをしながら、 原因となるような生活背景、それから予防ですね。そういったことにも気を配る。それから地域全体を見るというところで、いわゆる地域包括ケアですね。保健医療、福祉、連携しながらですね、地域全体を見ると。こういった特徴があります。島根はですね、えー、と山陰にありまして、離島を抱えて東西に非常に広い。だけれども、えー、交通網の整備が不十分。そういった中でですね、医療を提供し続けようと思うとですね、 やはり総合、えー、診療院の育成が欠かせないということで我々が下がりました。で、えっと、我々のミッションとしてはですね、ヘッチリとを含むすべての地域の住民が安心して過ごせるように優秀な相互診療医を育成するとで、持続可能な医療を提供するということが我々のミッションとなっております。そもそもですね医者っていうのは大学病院で、えー、教育を受けるんですが、えー、高度、全身医療で分化した大学っていうところではで、ね、よくある疾患を、えー、学ぶということが非常に難しいと。 その中で,です、ね、地域の総合診療医が大学に行って教える、で学生をです、ね、地域の病院に連れ出して教えると、そういったことをモットーにです、ねで、どこでもいつでも何度でも勉強できるように VOD コンテンツを144無料公開しながら、島根県の総合診療医が総力でこのプロジェクトに関わっております。そもそものです、ね、距離的判例を克服するために、えー、IT を駆使してバーチャルオフィスを構築しています。 で例えば、えー、ビジネスチャットツールである l ラックですけれども、我々が立ち上がって1年半で3万件のやりとり、7000ファイルのやり取りがあります。で、いろんなプロジェクトやっておりますが、その一課をご紹介いたします。例えば、高校生のオンライン体験実習。コロナになりましたが、コロナに関わらず、えー、県下の病院が協力しながらですね、例えば外来、あるいは往診をですね、GoPro なんかを使って配信をしたりとかですね、それら地域住民が医療機関に期待すること。 が多職種からの思いなどです、ね、高校生に聞いていただいてでこういう島根の医療に興味がある人、えー、今年度は17名が入学してくれますで授業も受け持っておりますけれども通常大学の授業というと学校の先生が生徒に教えるという形ですけれども我々は1、えー、つ上の学年あるいは地域の総合診療医がサポートする形でですねアクティブラーニングという形でやっております。 こういう学びをしたら学生がです、ね、地域の病院に出かけて、全員ですね、100人全員が4週間地域の病院で実習すると。えー、こういったボリュームで地域医療実習を提供している大学はおそらく今の時点では他にはないのではないかと思います。で、そういったことでですね、まあ現在、9000人ほどが新しく医者になるんですけど、総合診療養を選ぶ人って2%程度。ところが島根県はですね、3年連続1位ということで、 えー、我々の取り組みはですね、高齢化先進県である島根というところで,ですね、総合診療育成を軸に日本の医療を変えていくソーシャルデザインと考えています。まあこんな感じでした。あのー、僕はあんまりプレゼンの練習ってしたことないんですけど、生まれて初めてやりましたね。やっぱり。 4分ってね、結構短いですよ。しかも、相手が医療者じゃなくて、デザインの人たちなので、いかにその医学部のことを説明するかっていう中でですね、まあ、今日も、えっ、ー、と、医師以外の方も参加しているようですので、ちょっとおさらいをしますと、えっ、ー、と、2018年から総合診療のプログラムというのが立ち上がりまして、これはもともとですね、2013年の厚労省の、まあ、高久先生があの座長された答申で、 専門医のあり方に関する検討会というところで報告されて、で総合診療、いろいろ書いてあるんですけど、要するによくある病気系が、初期対応とか継続医療をしながら、連携して包括医療を行うと、まああの先ほど動画の中でも言いましたけど、そういったことが必要だと言われながら、えま、ー、だ2%っていうところなんですよね。で えっと、まあ、今回、あの、おそらく3つ原因があると思っていてですね、例えばイギリスなんかは、あの GP ですね、いわゆるジェネクーにかからないと、専門にかかれないと。 日本はやっぱり良くも悪くも皆保険でフリーアクセスで、まあ、大病院でも少しお金を払えば、少しじゃないかもしれないんけど、4、5000ですよね。今、1万円ぐらいのところもあるかもしれませんけど、払うとあのフリーアクセスで参加できると。まあ、なかなかそれ GP が増えない一つの理由ですね。もう一つはやっぱ先ほどあの動画の中でも言いましたけど、やっぱり大学で医学教育するということが難しいという中で、えー、まあ我々はその地域の医者が、地域で役に立つ医者って、やっぱ地域の医者が、 地域で育てないとできないと思ってるので、あのまあ、そういう形を持ち込んで、で今回、えーと、その仕組み自体をプレゼンしたということで、えーね、5715件のエントリーですね、あの大手の,あの企業さんたちは新製品全部そこぶっ込んできてますからね、やっぱそういう人たちと戦うので、あの本当にあの、まあまあ、その20番に選ばれたってまあ相当だなと自分でも思いながら、まあ、できればね、 5番に選ばれるとですね、グランドハヤット東京でオーラルでプレゼンができたので、それやりたかったなってちょっと思ってたりするんですけど、まあ、それは余談として、でもう一つはですね、住民さんたちから自分の、えー、主治医が総合診療で良かったっていう声が聞こえてきますか来てないですよね。で、おそらくその住民さんの、えーまあ、患者さん側からの要望っていうものが、やっぱりまだまだ足りないなっていうことを思ってですね、でそういう理由であの医,医療の枠を超えて、 あのデザインっていうところでですね、あの今回エントリーをしました。えー、なので、まあ3つ、相互診療ができない大きな要因っていう中で、まあ制度のことはなかなかしょうがない。だけど、大学で、まあ医学教育をするっていう形で、そこ、地域の相互診療を巻き込むっていう形を作ったっていうことと、今回のグッドデザイン賞をエントリーした理由はですね、あの医療以外のところに、あの少しインパクトというかですね、こういうことを紹介したいと思って、あの始めました。 でまあ、実際、えーと、いろんなことをやっている中で、先ほどいくつか説明しましたけど、えー、とやっぱりとにかくそうミッションというのが大事なので、ヘキシリとを含むすべての,こうです、ね、あの地域の住民が安心して過ごせるように優秀な総合診療医を育成するということが我々のミッションですという中で,です、ね、例えば、えー、と高度総合診療力習得コースという,こう A コースがです、ね、あのいわゆる総合診療医の あの、ポートフォリオっていう、まあ、レポートの、あの、形ではなくて、あの、内面の、こう、過程を大事にするような形でのレポートを書くんですけど、そういったことを体験するコース、から、臨床推論とかですね、身体診察のコース、から、エコーのハンズオンのコース、それから論文を書くコース、この4つのコースをですね、えっ、ー、と、エクストラの授業として、まあ、教授会に見てもらっあの、認めてもらって、 単位発行もしてもらうような形にしたんですけど、まあ、こういうようなことでエントリー、一枠10人ぐらいだったんですけど、も全然、あの、オーバーフローするほどですね、あの学生さんが、あの、エントリーしてくれてですね、非常に、こう、学びを多くですね、これは B コースの臨床推論の部分から、えっ、ー、と、エコーのコースはこんな感じで、実際、その、手に取ってですね、あの、エコーを当てるというようなことをしています。まあ、あとは、<laughs> ごめんなさい、あの、 先ほど144のビデオコンテンツがありましたけれども、それのうち,うちのですね、総合診療医が専門に聞きたいっていう42証拠をですね、あのクイズ形式にして、で、まあ、読んでなかなかあの説明しきれないので、あとはこちらへどうぞみたいな形でですね、あのこの号は島根県で、あの 全部やったと。で、えっと、対談っていうのが大体あるんですけど、副センター長のあたりと私が対談をしながら、この目次がここ目次にあるんですこれ全員島根県民、島根県の、あの、主に相互診療ですね。あの一、一部専門医の人もおられますけど。っていうような形でですね、まあ、普通だったら島根って誰も振り返ってくれないような場所ですけれども、やっぱり仕組みを考えることによってですね、 こういったことをあの次々と実現しながらですね、あの島根県内の中でのムード、何より、えー、医学生ですね、医学生が奨学金生であるっていうのがですね、まあ、どちらかというと、少しなんていうかなこうひあの、隠れキリシタンのようにです、ね、地域枠みたいなのが、そういうムードが少しあった、それから総合診療大丈夫っていうようなあのムードが、多分2年前まではあったと思うんですけど、そういうのを今、払拭しながらですね。 また学生たちに明るい未来をあの提供したいなと思って今活動をしています。ということで、私の方からのお話はとりあえずこのぐらいにしたいと思います。